はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、名古屋にある丸十自動車さん来てるんですけど、来てます。なんと、はい、猫松さんいます。またいます。またいます。はい、私と猫松さん毎週お会いしてます。毎週って3日ぐらい前にもお会いした覚えがありますけど、はい、はい、3日前からなんか川崎で会ったような気がしますけど、はい、川崎、今日は名古屋で、はい、はい、会ってますけども、うん、今回なんと、はい、丸十さんに来て何を2人やってるかというと、何やってるんですか。今日はですね、うん、スペーシア。スペーシア。新型です。そうですよ。丸十さんといえば。鈴木のディーラーですから。鈴木のディーラーですよね。鈴木のディーラーですよね。はい。床団屋さんじゃないです。ね、床団屋さんじゃないです、はい。鈴木のディーラーです。鈴木のディーラー。はい。もう、ここに来れば。うん。鈴木の車あるんで。はい。そうなんです。ね。ね。私、浜松から来てるんですけどね。ね。あ、そうです。ちょっとね、車を見させてほしいと。はい。いうことで。スペーシア。スペーシアを見に。はるばる。これは新型だよね。新型です。ね。はい。さすが丸十さん、早い。早い。まあ、早いっていうわけでもないと思いますけど。うん。展示車があるってことでね、うん。今日ちょっと見させてもらおうかな、ということで。これでもさ、うん、スペーシアでしょ、うん、なんだっけ、ほら、オートサロンとか出てたギアとかあるじゃん。うん、うん。ギアみたいなやつ。ギアみたいなやつ。はい。絶対ギアだと思うんだけど。カスタムは出てんだよね、多分。カスタムとこのノーマルが出てて、ギアがこの後っていう、ね。後って話ですよね、はい。売れるやつ最後にしてやろうという。はい。はい、うん。いうことで、はい、この新型。新型。はい。何をしてるか。当然、ラクダニーです。あら、ラクダニーの人だった。ラクダニーでした。はい。はい。はい。ビデオ屋さんではないです。ないですよね、はい。なんかもう私の助手みたいな感じで。ナレーションの仕事もしてますけども。はい。うん。スペーシアギア。スペーシア、ギアじゃない。スペーシア。うん。じゃじゃじゃんということで、これです。あら、ベッドキットスペーシア用を開発中、うん、あらです。ちょっとフロントも開けてみましょうか、はい、これね、ドア結構開くんですよ、これ。スペーシアはね、はい、というか、これもうだって、うん、できてるじゃん。でしょ、うん、ええ、できてるじゃん、これ。あのね、やっぱり、ちょっとまだ寸法をこう微調整中、開発中なんで、うんうんうん、ちょっとまだ一時試作中なんですけど、はい、まあ、基本的な考え方はね、デリカミニのベッド1回、うん、作ってますから、同じ配当ワゴンということで、多分似たような構造いけるだろうということで、うん、まあ、寸法取りをして、はい、で一発作ってみたというのが今この状態で、はい、うん、まあ、今日当てさせてもらってるもんですから、はい、まあ、まだちょっとここからね、アレンジは当然必要でしょうけども、はい、スペーシア用も作ってるよという動画です。ほら、はい、これはもう作ってるよというよりも、完成ぐらいな勢い、うん、はい、うん、まあ多分ね、今これちょっと若干斜めってるような気するから、まあ高さ調整とか、やっぱりね、まあシートアレンジは似たような感じなんですけど、やっぱり座面の高さとか日数の高さがね、うん、メーカーさんによって違うので、うん、まあここから少なくとも高さのアレンジはちょっとしていかなきゃいけないな、まあ、もうちょっと下げてもいいのかな。そう、あとはまあここの空間ですよね。まあ実際にもね、相手はいるんですけど、うん、もうちょっと詰めてもいいかなと思ってます。はいはいはい、はい。なので、ちょっと高さのアレンジと足の位置を調整すれば、うん、まあ商品化いけるかなと。これでもデリカミニより多分室内光は高いよね、うん。高いんですかね。ちょっとカタログ値見てないですけど、座面がひょっとしたら低めにできてるのかもしれない。知らないよね。こっちの車はね、新しいので、ね、まあそれなりちょっといろいろ変わってきてるか、うんうん、ね、傾向の対策はされてると思うんで、はい、やっぱりそういうアウトドアユースのね、うん、お客さんがいると思うので、うん、であればやっぱりラクダにベッドを。やった。やっていこうと。いうところです。素晴らしい、はい。あれですよ。考え方によっては、まだ出てない車の製品開発ですよ。うん、そうです。スペーシア。という。新型スペーシアギアの、ベッドキット開発中。うん、はい。でも、スペーシアにも使えるし。多分カスタムにも。カスタムにも使えるしと、はい。どうしよう、シート形変わって出てきたら。それはわかりませんけども。鈴木さん、あれですよ。このボディライン見たら、絶対に、スペーシア用にこのデザイン作ってないですよ。顔だけ変えたぐらいで。そう。多分顔とタイヤぐらい変わるんじゃないかな。うん、なんでね、まぁ、ちょっと、そんな感じで、うん、今、開発中ですよという途中経過をお伝えしておこうという、はい、ところなんですけども、ね、うん、はい。当然、デリカミニも、うん、まあファミリーっていうかね、カップルとかそういう人たち人気だけど、はいはい、まあ、こういうのもそうじゃない、今人気だからさ。そうだね、ちょっとアウトドア行きましょうっていうのに、うん、非常に、ベッドマットっていうか、ベッドキット、いいし。っていうか、デリカミニは売れてんの？売れてます。ほら。売れてますよ。暑い最近、運転席用も出しましたので、はい。はい。なので、じゃあ、これも、うん。これもね。後々。ラクダにラインナップで、うん。ただね、ちょっとね、気になるとこだけ言うと、はい。シート。シート、はい。シートがね、多分鈴木さんのシートの方がちょっと幅広みたいで、うん。
まあその分ちょっとゆったり作ってると思うんですけど、はい、やっぱりねちょっと足がねこの辺ちょっと食い込み気味あかなっていうところですね。でも、まあ、取り付け自体はね問題ないので、外に持っていけなさそうな感じ。そうこれね幅広げてっちゃうとねまた別の感触が出てくるので、ね、うん、まあ、もうちょっとアレンジは考えますけど、うん、まあ、取り付けはできるので、で、これでも、なんか、無理くりじゃなくて、うん、まあ、ちょっと当たってるよねっていう。まあ、そのクッションの、そう、凹みがね、多少出るもんですから、うん、まあ、目と使用の時だけなので、うんうん、まあ、ここはね、ちょっと今見る限り、完全対策はちょっと、難しいかもしれないですけど、はい、うん、まあ、でも、常設ずっとそのままじゃないからね。そうそうそう、だから、まあ、使う時ですので、まあ、フロントヒート使う時は、これ起こしますし、うん、そんな感じなんで、まあ、また完成したらね、細かなところはお伝えしたいと思いますけど、はい、うん、超開発中ということで、はい、こうご期待待ちください、ね、はい、そうですね、はい、まあ、楽しみにしたいと思います、はい、ということで今回はマルジューさんに車を勝手に借りて、はい、この撮影のために、はい、来たんで帰りましょう、帰りましょう、はい、はい、ということで、今日はですね、ネコさんと一緒に、はい、はい、新しいスペーシア用ベッドキット、ベッドキット開発中、はい、開発中というね、はい、皆さんにお伝えしました。どうもありがとうございます、はい、ありがとうございます。